いや、いいサングラスですね、それ。おはようございます。おはようございます。かっこいいですな。どれくらいするんですか、それ。そんなするんですか。めちゃくちゃ高いです。財布は元へ戻しておくぞ。お前、誰だよ。七福神の補弟じゃ。初めて見たよ。なんじゃ、意外と驚かんの。当たり前だよ。俺はな、みんなが驚くほどの不幸を味わってきたんだよ。その補弟様が一体何の用だよ。これから財布盗みやがってよ。そもそもあの財布はお前のものではないだろう。あのさ、お金稼がなきゃおまんま食っていけないの。食えないのか。はい。じゃあこれをやろう。本物のアンパンだ。どうじゃ、満足したか。すぐない、ね。この袋、俺にちょうだい。これは、人の欲しいものは出せるが、自分の欲しいものは出せない袋だ。そしたらさ、1億、いや、3億、俺にくれよ。あげてもよいが、死んでしまうぞ。はあ？さっきのアンパンだが、あれを100円だとすると、時給換算で…時給？そう、時給で7分ぐらい。それをお前の寿命からもらった。いや説明する前に、アンパンを奪って食べたお前が悪い。3億？いや、1億もらってたら俺の寿命なくなってたってことか。1000万ぐらいならいるか。ああ、いらねえ。寿命って機械だろ。いや、いらねえわ。怖い。そうか。それよりさ、お手様、俺にくれるもんないんだったらさ。いやいや、お前に物をあげに来たのではない。もらいに来たのだ。はあ？いや、泥棒やってる人間ですよ。その人間が補弟様に差し上げるものが、ほら、何も持っちゃいません。いや、お前自身だ。うわっ。余命わずかなお母さんが、その余命と引き換えに最後に息子に会いたいってな。